はい、それでは久しぶりの動画ですけれども、2つのものが届きまして、こちらが、今日紹介する開封します。こちらはあんまり関係ないですが、手話順のファンクラブ、開放ということです。まあ、とりあえず関係ありません。はい、写真写ってるかなと思ったんですけども、東京でファンクラブイベントがあって、来ました。で、その時の写真が、手話順と、参加者との全体集合写真が写ってるんですけれども、私は最前列の、右の方だったので消えてまして、私自身は写っていませんということで、まあ関係ありませんけどもね。それではこちらです。では早速開封していきたいと思います。まあこれでもお分かりですよね。はい、アンカーですから、ずっしりと結構重たいアンカーです。まあ、アンカーといえばやはりもうお分かりだと思いますけれども、モバイルバッテリーということですね。実はですね、今使っているモバイルバッテリーがもう3年前のやつになりまして、ちょっと今できましたけども、はい、こちらがですね、今使ってるやつで、この袋、アンカーの袋に入ってますけれども、こちらです。こちらが今常に持ち歩いている部分でして、ちょっと調べてみますと、2015年の2月に購入してます。ちょうど3年前ですね。こちらはですね、9006ミリアンペアの部分で、商品名はアンカーのアストロ2第2世代、9600ミリアンペアということになっています。見ていただくと、こちらですけれども、出力の USB ポートが2つ、それから充電のマイクロ USB が1つというふうになってます。入力の方は、DC の 5V で 1.2A で、出力これ2つですけども、5V で 3A×2 で、合計が最大 3A ということですので、1A のスマホと 2A のタブレットみたいな形で使っていまして、これこう振りますと、ここで、これで充電できるということで、でここの減り具合で、あとどれだけ残ってるかのことも知ることができるということで、結構普段、使ってる分には何の問題も感じてなくて、結構いけますということです。で、重さがですね、249g ということになっています。大きさはですね、6.4×10.6×2.5cm ということになってまして、特に問題はそんなに感じていないのですが、実は来週ちょっと日帰りなんですけれども、ちょっと遠くの方に、鉄道に乗ってというか、鉄道を一日中乗るということになっていまして、しかも当然のことながら、地方の方ですので、コンセントがですね、車両にあるわけもなくということなので、ちょっと新しいやつを買おうということで、今回このアンカーのモバイルバッテリーの新しいやつをこちら購入したということです。では早速ちょっと開けてみましょう。なんか結構重たそうなんですけどね。はい、アンカーですね。お、これはちょっとかなりでかい。これちょっとすごくでかくないですか？これね、ちょっとすごいですね。これ、大きさがちょっと半端ないですね。比べてみますとね、重さはね、重いですけど、ただ前のやつに比べると、大きさの割にそんなにむちゃくちゃ重たいということはないんですが、ちょっとこれは毎日持ち歩くにはちょっとしんどいぐらいの大きさです。ですね、こちらの商品なんですけども、アンカーのパワーコア、26800、です。ということで、26800mAh ということになっていまして、見てみますと、こうですね。はい。
2つ、入力の方が2つ、マイクロ USB ポート2つありますですよね。入力の方が DC5 ボルトの、それぞれ2アンペアですね。DC5 ボルト2アンペアが2つということで、合計4アンペアということで、2つから同時に、充電ができるということになりますので、まあ、充電のスピードまたやっていますけども、がかなり速くなるんじゃないかなと思います。で、出力は USB ポートが3つありますね。3つですので、それぞれが、5ボルトの3アンペアということで、3アンペアが3つあるということでして、ただまあ最大は合計で6アンペアということになりますということです。まあ、ですので、まあ、タブレット、スマホ&タブレットみたいな感じで、いろいろ使えそうですということです。で、単純にまあ言いますと、最初のやつが9600mAh、 9600から26800ですから、まあ、約3倍、まあ、約3倍の容量ということで、かなり期待ができそうだということです。で、重さなんですけども、今こちらの新しいですね、アンカーのパワーコアの方が、重さがですね 496g ですから、やっぱり倍ですね。先ほどのおやつが 249g ですから約倍です。で、大きさが 17.8×7.9×2.3cm ということですので、まあ、やっぱりほぼ倍のものであるということになります。ちょっと持ち歩くのは厳しいかな、毎日ね。で、他にちょっと入ってるものを確認しましょう。まあ、あとは大したものはないと思うんですけど、ハッピーって書いてます。まあ、特に連絡先とかですね。で、ウェルカムガイド、まあ英語です。はい。チェックザパワーレベルということで、 100%、50%、25% という感じで、まあ、こんな風にチェックできるとかですね。まあ、あとはまあ見ての通りですね。まあ、簡単なものですね。これ充電、2箇所でできるという感じですね。はい、これだけかな。ね、袋ごっつくなりましたね。袋、さっきの袋これです。はい、やっぱり2倍で、あと入ってましたのが、これは、USB とマイクロ USB のケーブル、同じくもう一つ、同じものが2つ入っていますということです。で、こう入れてみますと、こういう感じずっしりきますね。こうきます。先ほどの9600のやつはこうきます。こういう比較です。まあ、長旅なので、今回はちょっとこちらを持って行って、実際に、そうですね、まあ、12時間ぐらいちょっと使うような感じになるかなと思いますので、まあこちらをちょっと持って行って試してみたいというふうに思います。ということで、とりあえず今日はちょっと開封だけですけども、アンカーの、モバイルバッテリー、アンカーパワーコア26800の、開封でした。なお、アマゾンの方では5999円で、購入いたしました。かなり重たくて大きいですけども、まあ期待はできそうという感じです。ではまた使ってみて、その結果なんかもご紹介はしたいかなと思います。以上です。ありがとうございました。